冷遇されてしまうという認識が広がっていたという供述が得られました。一連の性加害はジャニー氏がこういった被害者の心情につけ込んで行っていたものと評価しております。では次に性加害の影響についてのご説明させていただきます。24ページご覧ください。被害者のヒアリングでは性加害で、被害を受けた方のヒアリングでは性加害を受けたことでどのような影響があったかもお聞きをいたしました。性加害の影響についてその24ページから書かれております。性加害の影響としてさまざまな状況で被害の場面がフラッシュバックする、似たような男性など被害を思い出させる人物や事物を避けるといった典型的なトラウマの反応、そして性機能不全、性依存、自己否定感、うつ病などさまざまな深刻な影響が生じております。次に性加害の認識に関する点につきまして26ページをご覧ください。ジャニー氏の性加害についてメリー氏やジュリー氏がどのような認識であったのかについて記載しております。まずメリー氏につきましては1960年代前半にはジャニー氏の性嗜好異常を認識していたとするのが蓋然性の高い事実であり、メリー氏はジャニー氏の性加害について認識しつつジャニーズ事務所を守るためにあえてジャニー氏の性加害の事実について積極的な調査をせずに隠蔽していたと考えております。ジュリー氏につきましてはいわゆる暴露の出版や週刊文春の特集記事を認識していたことなどに照らせばジャニー氏によるジャニーズジュニアに対する性加害の疑惑について認識していたと認められますが、性加害の事実を調査するなどの積極的な対応はしていませんでした。報告書の29ページからですけれども、ジャニーズ事務所の対応について記載をしております。ジャニー氏の性加害に対するジャニーズ事務所の対応について記載していますが、1960年代の新芸能学院訴訟、1980年代以降の暴露本の出版、1999年の週刊文春の特集記事とそれに対する訴訟における敗訴、2022年の BBC の取材などこれまでジャニー氏の性加害が繰り返し問題とされてきたにもかかわらず、ジャニー氏による性加害についての事実調査などの適切な対応がなされなかったことが認められます。それでは次に本事案の原因についてご説明をいたします。報告書の42ページをご覧ください。ジャニー氏が20歳頃から80歳半ばまでの間、思春期少年に対する性加害を間断なく頻繁かつ常習的に繰り返していた事実から、ジャニー氏には顕著な性嗜好異常、いわゆるパラフィリアが存在していたものと認めます。ジャニーズジュニアに対して長年にわたり広範に行われた性加害の根本原因は、ジャニー氏の個人的性癖としての性嗜好異常に他ならないと考えております。次いで43ページをご覧ください。次にメリー氏による放置と隠蔽も大きな原因と考えています。メリー氏は遅くとも1960年代前半にはジャニー氏の性嗜好異常を認識していた蓋然性が高いと考えています。メリー氏はジャニー氏の性嗜好異常による少年たちへの性加害が続いていることを知りながらもジャニー氏の行動を止めるのを断念し、結果として放置する形になり、外部に対してはジャニー氏を守りきるために徹底的な隠蔽を図ってきたものと考えられ、このようなメリー氏の行為が被害の拡大を招いたと考えております。続いて44ページをご覧ください。さらにジャニーズ事務所の不作為についても原因として指摘できます。ジャニー氏による所属タレントへの性加害は1970年代には
すでに芸能界では周知の事実として広く知られていたであろうことと、1980年代に被害を訴えたジャニーズジュニアに対する事務所スタッフの対応から、ジャニーズ事務所にも概括的には認識されていたと考えるのが合理的であります。それにもかかわらず、ジャニーズ事務所が見て見ぬふりに終始していたことなどが被害の拡大を招いた大きな要因となったものと考えられます。以上に加え、本事案の原因として一方的な強者弱者の権力勾配のある関係性の下での未成年者に対する同性による性加害が行われ、拒めば不利になるという子どもたちの心理につけ込んだ性加害であったことが被害の潜在化と拡大を招いたことも指摘しております。続いて47ページをご覧ください。こちらに本事案の背景事情を記載しております。まずジャニーズ事務所は典型的な同族経営の会社であり、創業者たる経営者による違法行為等が行われた場合には誰もそれを止めることができないという同族経営の弊害が顕在化した状況であったことが背景事情にあると考えております。次で48ページをご覧ください。次にジャニーズジュニアのずさんな管理体制からジャニー氏やジャニーズ事務所に対して圧倒的に弱い立場であったこと、ジャニーズ事務所において立場の弱い少年たちの人権を尊重しようという意識が希薄であったことなどが性加害の発生と継続を許す一因になった可能性があることを指摘しております。次にガバナンスの脆弱性について説明をします。具体的にはジャニーズ事務所において取締役会の機能不全、各取締役の監視監督義務の懈怠、内部監査部門の不存在、内部通報制度や研修の不十分さといったようなことを指摘しております。続いて52ページをご覧ください。最後に背景事情としまして、マスメディアがジャニー氏の性加害について沈黙していたことから、ジャニーズ事務所が自助の能力を発揮することなく、その隠蔽体質を強化していったことに言及をしております。次いで53ページですけれども、エンターテインメント業界の問題点として、こういった性加害あるいはセクシャルハラスメントが生じやすい土壌といったものがあるということについて言及しております。次に再発防止策について説明をさせていただきます。報告書の55ページ以下でございます。特別チームにおきましては、被害者のヒアリングを実施した際に、被害者の方々にジャニーズ事務所に対してはどのような再発防止策を取るべきと考えているかをお尋ねいたしました。被害者の方々が提案した再発防止策につきましては、報告書の56ページ以下に記載してございます。これをご覧いただきますと分かりますように、被害者の方々に数多くのご提案をいただきました。特別チームとしてはこれらの被害者の声を真摯に受け止めて、それを生かした再発防止策を作るように努めたところでございます。まず56ページのところで、ジャニーズ事務所が取るべき対応法というものを記載してございます。まず特別チームがまずジャニーズ事務所が取るべき対応として考えましたのは、ジャニーズ事務所は組織としてジャニー氏の性加害が事実であることを認め、真摯に謝罪することが不可欠であるということを述べております。その上で速やかに被害者と対話を開始して、その救済に乗り出すべきであるということをここに記載しております。特別チームはこの謝罪と救済、これなくしてはこのジャニーズ事務所が今後再生を図ることは難しいと考えております。
次にその具体的な 再発防止策の一つであります被害者救済措置制度、この提言について説明いたします。報告書の59ページをご覧ください。現在ビジネスと人権ということが重要となってクローズアップされておりますけれども、このビジネスと人権に関する指導原則においては、人権侵害を起こした企業は被害者に対して救済を提供すべきとされております。今回多数のジャニーズジュニアがジャニー氏から性加害を受けておりまして、ジャニーズ事務所においては直ちにこのジャニー氏のによる性加害の被害者に対しまして被害回復のための適切な補償をする被害者救済措置制度を自ら構築して、性加害の被害を受けた被害者との対話を速やかに回復し、適切な補償を行っていく必要があると考えます。具体的な被害者救済措置制度を構築する、どのように構築するかは今後ジャニーズ事務所が検討することになるわけでございますが、特別チームとしてはあえて次の4点について、ここで、提言をしております。59ページ、をご覧ください。まず被害者救済措置制度を構築するにあたりましては、被害者救済の公正中立を図るために補償についての知見と経験を有する外部の専門家からなる被害者救済委員会、これは仮称でございますが被害者救済委員会を設置して、この委員会が被害者の申告を検討して補償の要否金額等を判断し、必要に応じて不服申し立ての処理ができるようにすべきであると提言しております。2点目といたしましては、この補償の金額等を判断するにあたりましては、あらかじめこの種の補償に関して知見と経験を有する外部専門家から意見を聴取した上で客観的な判断基準というものを策定しておくべきであるということを提言しております。それから3点目といたしましては、本件の性加害が密室で行われておりまして、客観的な証拠が残りにくい性質のものである上に、加害者のジャニー氏はすでに亡くなっているということを考えますと、本件のこの救済措置制度の運用にあたっては被害者の側に対してこの性加害があったことの事実認定につきまして、法律上の厳格な証明を求めるべきではないと提言しております。さらに4点目といたしましては、ジャニー氏の性加害はかなり以前から行われておりまして、民法上の消滅事項が成立していることも考えられるわけでございますが、被害者の真の救済を図るためにはすでに事項が成立しているというものにつきましても救済措置の対象とすべきであることを提言しています。これらの救済措置制度、現状におきましてはジャニー氏から性加害を受けたという被害を自ら申告することを躊躇している被害者も多いわけでございますので、多くの被害者が安心してこの被害申告をしてこの適切な補償を得られるようにするために、ジャニーズ事務所としてましては新たに構築するこの被害者救済措置制度を対外的に広く公表するとともに、被害を申告をしても被害者の情報は必ず守られ安心して利用できる制度であることを確保した上でその旨を説明して、未だ名乗りを上げていない被害者が被害者救済措置制度を利用しやすいようにして、被害者を今後広く救済すべきできるようにすべきであると考えています。次に報告書のやはり59ページから始まります人権方針の策定と実施について説明をいたします。
ジャニー氏の性加害はジャニーズ事務所におきまして子どもの人権を擁護するという意識が希薄であった、そのことが背景になっていると考えます。ジャニーズ事務所はビジネスと人権に関する指導原則に従いまして、今後国際的に見ても他の企業の模範ともなるべきのような人権方針を作成した上で、それを国内外に公表し、今後はその人権方針を遵守して二度とこの少年に対する性加害をはじめとする人権侵害を行わないということを明確に表明すべきであると考えています。この人権方針、60ページに記載がございますが、この人権方針というのは、この60ページの上段に書かれてありますが、今このビジネスと人権に関する人権指導原則におきましては、企業が人権尊重する責任を定着するためのさせるための基礎といたしまして、人権方針の声明を通してこの責任を果たすためのコミットメントを表明すべきであると、こうされておりますので、この指導原則で定められているこの人権方針をジャニーズ事務所においても早急に策定すべきであるという提言でございます。次に、報告書61ページをご覧ください。研修の充実でございます。研修を充実させることによって、職員、社員らの意識改革を図るということは非常に重要であると考えておりまして、一つには人権尊重に関する研修、二つ目には性加害の問題に関する研修、三つ目にはハラスメントに関する研修、そして四つ目に、ジャニーズ事務所のタレントやジャニーズジュニアに対する研修、これらを提言しております。次の提言といたしまして、ガバナンスの強化がございます。これが報告書の62ページをご覧ください。まずその1は、63ページにございますが、ジュリー氏の代表取締役社長の辞任、それによる同族経営の弊害の防止でございます。ジャニーズ事務所の現在の代表取締役社長であるジュリー氏は、取締役就任時にはジャニー氏の性加害の疑惑、これを認識していたと認められます。それにもかかわらず、ジュリー氏はジャニー氏が存命中、これは取締役ではあったわけでございますが、その当時はもちろん、自身がジャニーズ事務所の代表取締役社長に就任した以降ですが、この性加害、ジャニー氏の性加害の事実というのを積極的に調査することなく、適切な対応を行い、取締役としての任務を決定したと認められます。またジュリー氏はジャニー氏の性加害の事実というものを公に認めてなかったために、ジャニーズ事務所はジュリー氏の体制になってからもこの性加害の事実は存在しないという立場を取り続け、また最近の2023に入ってもなお性加害の事実については曖昧な態度を維持していたということです。ジュリー氏が経営のトップのままでは今後、社員役職員の意識を根底から変えてこのジャニーズ事務所が再出発することは極めて困難であると私たちは考えます。従いまして、このジャニー氏の性加害の事実をめぐる対応について、ジュリー氏において取締役としての任務の懈怠があったということも踏まえまして、今後ジャニーズ事務所が解体的な出直しをするためには、経営トップである代表取締役社長を交代する必要がある、このように考える次第でございます。
でそこで、ジュリー氏の代表取締役の辞任を求めるとともに、まあ、それによりましてこれまでジャニーズ事務所におけるガバナンス不全の最大の原因であったの一つでありましたこの同族経営による弊害というものも防止しうることになると考えています。ガバナンスの強化といたしましては、これ以外にも取締役会の活性化、社外取締役の活用、内部監査室の設置、基本的な社内規定の整備、また内部通報制度の活性化などがを提言しております。そして今回特別チームが提言した再発防止策の一つとして CCO チーフコンプライアンスオフィサーの設置を提言しているものでございます。これは報告書の65ページをご覧ください。65ページの7、CCO の設置というところでございます。先ほどご説明いたしました、人権方針の策定と実施、また研修の充実、まあ、これらの責任者として、この CCO、チーフコンプライアンスオフィサーを設置すべきであると。こういう提言でございます。この CCO は合わせて、合わせてというのは人権方針の策定の実施、それから研修の充実という責任者 ということに合わせまして、今後新設されます内部監査室、また内部通報制度、これらを統括する、こういうものとして CCO を設置すべきであると考えております。そしてこの CCO は経営から独立して、自分の担当する職に関して取締役会に、意見を述べることができる権限を付与するべきでございますし、またこの CCO には外部に人材を求めて外部から人権に関する専門家を採用すべきであると我々は考えています。で最後に、再発防止策の点で、はメディアとのエンゲージメント対話の開始ということがございます。これは65ページに、記載がございます。ジャニーズ事務所は、速やかにジャニーズ事務所とはこのメディアとの関係をこの人権デビジェンスを通じて相互監視する相互監視によって人権侵害を防止するという関係に再構築していくために速やかにメディアとのエンゲージメント対話を開始すべきであると提言しています。ビジネスと人権の指導原則におきましては企業は人権の悪影響を特定して予防して軽減してまたその対処方法を説明するために人権ディジデンスを実施するべきとされているところでございます。今回のジャニー氏による長くにわたる性加害は、文言春秋との訴訟などを通じまして、当然にメディアも認識しうる内容でございました。そういう意味ではメディアによるこの人権ディリジェンスの対象となるべき事案でもございました。ジャニーズ事務所はメディアその他の取引先等が適切なディリジェンスを今後実施するならば人権尊重法の見地から問題のある企業であるとしてその取引を断絶されあるいは企業として尊重の危機に立たされることがあってもおかしくないような立場にあったわけでございます。そこで今後のジャニーズ事務所といたしましては速やかにこのメディアとのエンゲージメント対話を開始することによってそのエンゲージメント対話の中でメディアに対しまして二度と同様の性加害の発生を許さないということを宣言しそのために人権方針を定めガバナンス体制を整備して
再出発するという強固な決意をメディアに対して明らかにすることによって、今後はメディアと相互に監視する、相互に牽制することによって、お互いの人権侵害の再発を防止していくと、こういった姿勢に改めているということをメディアに対して台湾の中でまずは説明していくべきだと、このように考えています。最後に、67ページのところに結合ということを述べておりますが、特別チームは、今回、この特別チームの提言をジャニーズ事務所が積極的に受け入れて、再発防止策のすべてを実施実現することによって、今回の件を契機に再出発を果たしていただきたいという思いでございます。しかしそれがジャニーズ事務所の再出発だけにとどまっていては私たちは足りないと考えています。人権は何よりも優先される必要があり、エンターテインメント業界に性加害やセクシャルハラスメントが生じやすい構造が存在しているのであれば、単に一企業として再出発するだけではなくて、むしろ今回の件を契機にジャニーズ事務所が率先して積極的にエンターテインメント業界全体を変えていくという姿勢で臨んでいただきたいと考えております。現在海外でもこの業界における性加害セクシュアルハラスメントに関する問題、大きな社会問題となっているわけでございますが、ジャニーズ事務所においては、日本を代表する芸能プロダクションとして世界でも高いレベルの人権方針を掲げて、自ら先頭に立ってこの業界を変えていく役割を果たすということ、このことを期待するものでございます。以上が、私たちの提言調査報告書の内容でございます。それでは、質疑応答に移りたいと思います。その前に皆様へのお願いですが、できるだけ多くの皆様からご質問を頂戴したいと思いますので、1回のご質問につき1回1つの質問ということで、ご協力をお願いします。ご質問されるにあたっては挙手の上、ご所属とお名前をご発言されていますから、ましてから、ご質問をお願いいたします。司会より、指名されましたらスタッフがマイクを、お渡しします。マイクでのご発言をお願いいたします。じゃあ一番前。アークタイムズの尾形と申します。一問ということなのでメディアのことをいくつか聞きたいんですけど、メディアのことをお聞きします。今回の報告書で、林さんもおっしゃいましたけれども、メディアの沈黙ということが言われていて、今林さんはメディアが相互監視するような形になっていくべきだというふうにおっしゃいました。メディアの責任が重いことは明らかなんですけれども、今までメディアとジャニーズ事務所の間はむしろ相互隠蔽の関係にあって、それを相互監視というのは簡単ですけれども、そこには大きい乖離があると思うんですが、そのメディアの単純にそれを変えることができるのか、またメディアの責任をどう考えるか、そういう意味で今回ですね、この調査報告書ではメディアに対しては調査してないわけですね。被害者に対しては調査をしたけれども、メディアも大きい、沈黙していた主体として大きい責任を有していたわけですが、調査してないわけですね。なぜ調査しなかったのか、特にメディアはテレビは上場企業ですから、これ相当の責任を有していると思うんですけれども、なぜそこに踏み込まなかったのか、メディアの責任の部分と、これをどうやって相互監視に変えていくのか、なぜ調査しなかったのか、その部分をお聞かせください。はい、まず私どもの今回特別チームは、ジャニー氏の性加害に関する事実の調査を進めまして、それを踏まえて、ジャニーズ事務所としてこの再発防止策をどのようなものがあるのか、これを提言するということでございました。したがいまして、
ジャニーズの、メディアの責任、ここに関連するメディアの責任そのものをこの調査する、あるいは評価するという立場にはございません。従いまして、メディアそのものに対する調査を行っておりません。調査といいますか、ヒアリングを行っております。一方で、しかしこのジャニーズ事務所のこのジャニー氏によるこの性加害が非常に長期間にわたって行われてきたのはなぜなのか、この背景については、数々の資料にあたり、またヒアリングを通じて明らかにしてまいりました。その中の一つに、やはりこのジャニーズ事務所は、このトップであるジャニー氏の性加害を基本的には隠蔽していた。そのためにこのジャニー氏の性加害がこの長期間にわたって継続してきたとわけでございます。そこについて、いくたびかやはりいろんなその訴訟が起きたり暴露本が出たり、あるいはさまざまな糾弾がなされたときに、やはりこれはそこで企業としては徹底的に性加害の有無を徹底的に調査して、そこで、姿勢を改めていくべき機会がいっぱいあったんですけど、結局それはせずに隠蔽を続けたわけです。なぜその隠蔽を続けられたかという点の背景といたしましては、やはりその例えば文藝春秋との訴訟でも最終的には性加害の事実が認められたわけでございますが、そこについても特に大きなメディアからの報道はなかった、こういった状況がありましたものですから、このように、私たちはこのメディアのマスメディアの沈黙ということで、ここに書かれてございますが、こういったことがジャニーズ事務所がそれまでの態度を改めて、隠蔽を改めてこのジャニー氏による性加害を積極的に変えていくと、防止して積極に変えていく、こういったところに、自浄作用を働かしていくべきところを行かなかった、それを容易にしたのはやはりその時にマスメディアから強い報道批判等が出ていれば、おそらくジャニーズ事務所もその時に対応を変えたかもしれない。しかしそういうことがなかったので、そういう状況で批判されるようなことが非常に少ない状況があったもんだから、これをこういった隠蔽を続け、それによってジャニー氏は性加害を継続してきた、こういう関係にあるということにおいて、マスメディアの責任という形ではございませんが、ジャニー氏の性加害が長期にわたった、そしてそれを、改めることをジャニーズ事務所がしなかった、その背景にはこのマスメディアの沈黙という状況が、関係しているというふうに私たちは認定している。その上で、今後そのような、お互いに、質問をされた方はお互いに責任があったものを、今後お互いに今度共同で相互に監視するというようなことが容易にできるのかというご質問ですが、それは容易ではないと私も思います。なぜならばこのビジネスと人権という考え方、これは昔はその自分の企業における人権侵害、これを防ぐ責務があるけれども、取引先とのにおける人権侵害は別に自分の会社としてはそれを防止する責任はないという考え方が基本でございましたが、今はそうではなくて、自分の企業会社の人権侵害のみならず取引先の人権侵害も防止する責務があるんだ、これが新しい考え方のビジネスの人権の考え方です。ですからここでも従来の考え方からかなり踏み込んで、これからは会社の対応も人権尊重という点でそういう方向に行かなくてはいけない。それは相互に取引先同士が
相互にお互いの人権侵害を防止していく責任があるんだ。それはだからエンゲージメントという対話をすることによってお互いにそういう関係になっていくべきだ。これは新しい考え方でございますので、それは急にそれができるかというのは、それはなかなか大変だと思います。しかし今こそそれをやっていく時期だということで提言させていただいた次第です。メディアについては今人権デューディリジェンスという形で取引先の人権状況をしっかり調査し対話の中で明らかにすべきだということですね。ですから例えば、ジャニーズ事務所とメディアというのがやはりタレントを出演させるとかそういう関係にある取引関係にあるとするならば、今後今ビジネス人権の方向性はメディアに対しても課せられているわけですから、そうするとメディアは人権デューディリジェンスを実施しなくてはいけないわけです。だからそれはそういう形で実施をしていくべきことは今回の我々の提言に関わらず今求められているんじゃないでしょうか。はい、続きまして一番前の2列目、すみません、座ってカメラ。フジテレビ江波と申します。本日調査報告書をジャニーズ事務所に提出されたということですが、その提出された時の状況ですね、これは藤島ジュリー景子社長に手渡しという形だったのか、そして提出にあたってはその内容を本記者会見のように口頭でも提言されたのか、それに対して事務所側はどのような反応だったのか、お聞きしたいです。調査報告書の紙としての調査報告書は交付するような手続きは取っておりません。データを送らせていただきました。従いましてその時の反応とかそういうものはございません。では、ごめんなさい、その報告書を受けてどのような今後ジャニーズ事務所が会見を開くと思うんですが、改めてどのような内容を期待していらっしゃいますか。その期待はこの結論のところで書いてあるとおりでございます。この提言のすべてをまずは実施していただきたい。それも自分たちの会社の再出発のためだけでなく業界全体として変わっていけるように姿勢で臨んでもらいたい、これを期待しています。はい、続きまして、じゃあ3列目の朝日新聞の報告といいます。被害者の方からお話を伺っていたということで事実認定をされていますが、どのような、被害者の方の証言を伺ってということが分かるんですが、どのようなプロセスでこれを事実として認定をされたのか、そして被害者の中には現役の方も含まれるという、今所属している事務所の現役の方が含まれるという理解でよろしいでしょうか。あとの方の質問ですけれども、現役の方がヒアリングを行いましたけれども、それは、被害者の方ではありません。で、残りの方は、いろいろな、形で私どもからお願いをしたり、あるいは専用窓口に申し込まれた方、あるいは他の経由で、ヒアリングに至ったので、ございます。で、お話を伺ってですね、かなり非常にセンシティブな問題ではあるんですけれども、ただ事実関係についてその時の状況等もある程度詳しくお聞きしまして、それが当然その虚偽ではない真実性があるといったような判断をいたしました。いわゆる物証というものがない、事案ですので、その方々の多くの方々の、証言というものをお聞きしながら、この方の、証言もやはり、真実と思われるということで判断をさせます。はい、続きまして質問しよう。
報告書の中、浦長谷さんの言及があるんですけれど、裁判にも出ていて、あまりこんな感じの党だけだったという認識が書いてあるんですが、このちょっと待ってください、違うマイクを持ちますので、申し訳ございません。よろしいですか。ニュースティックスの浜田といいます。報告書の中で白羽代表取締役について何かと言及があったと思うんですけれども、広報担当ということで、過去の文書の裁判に出ていて、その説明責任か責任をどういうふうに考えていらっしゃるのか、代表取締役として辞任するするべきというお考えはないのかというところ、白波瀬氏についてその、過去に広報宣伝を広報担当していたことの責任をどう考えるかということにつきまして、別にその過去にその白波瀬氏が確かに宣伝を担当してきました、広報担当しておりました。しかしそのことが今回のジャニー氏の性加害あるいはその継続ということに直接にその白波瀬氏に責任があるような事実には認められておりません。従いまして、特にこの白波瀬について責任を、白波瀬氏は取締役ではあったものですから、ここに白波瀬氏の認識でありますとかその時の対応等を記載はしておりますけれども、ある程度白波瀬氏の認識責任という形では認定をしていないということであります。はい、すみません、ちょっと待ってください。東京市民大学のキャスターの望月と申します。27ページでは、ジャニー喜多川さん自身の被害ということに若干触れられていますが、これもうちょっと詳細に分かるところがあればということと、それから人権デジデジェンスというのは、国連作業会の委員の方が厳しく指摘していたものでした。特に国連作業会の委員の方たちは、国が主体となって、今回のこの疑惑も含めて調査し、被害者救済にも関わるべきだと踏み込んでおりますが、ご存知の通り、今、岸田政権の下では、一切、国連政策担当の方たちが、被害者や加害者は、また芸能界やメディア関係者へのヒアリングというのは行っていない状況です。この国の対応ということについて、どう考えるかというところと、それから白波瀬さんはもう責任まで言及しないということですけれども、かなり重要な、広報の、部長から始まり、この事務所の、骨組みを支えてきた方だと言われています。この方はやはり責任に言及されないのがいまいちわからないのと、他の取締役の、2019年から継続的にやっている方がいますけれど、その方たちの、辞任というのは必要ないというお考えなのか、それから先ほど尾形さん、ラフタイムズの尾形さんが聞きましたメディアの対応ですね。今もって、今日これだけの方たちがいらっしゃいますが、昼間 の, 民放を含めたテレビ番組でこの問題をきちんと、長期間の形で取り上げているメディアがない。いまだに、CM スポンサーへの配慮、忖度、もしくは一部テレビのトップによる、アメリカのジャニーズ問題をやらないようにという指示が、一部の民放テレビには出ていると聞きます。そのような状況は今まだ起きていることについてどう思うか、そしてどなたかは言いませんけれど、告発して今回ヒアリングの対象となっている方の一人は、歌手活動されていますけれども、この告発したさなか、大手音楽業界の、事務所に、採用の、打診があって、採用というか、ぜひ取りたいという話があって、最後の方まで行くんですけど、最終的にはジャニーズ事務所の立場を辞めたということなので、やはりその大手芸能事務所、音楽業界なんですが、音楽事務所には入れないということになったということで、テレビだけでなんですが、音楽業界の中でもいまだに、この
まあ、そうして今例えば国の対応、国連の人権作業部会が求めていた、それについて私と地方が国の対応について法案できたということをコメントする立場にはございません。またメディアが今どのような状況でいて、そのジャニーズ事務所にとの関係でどのようにいるのかということについて、メディアに対しての今の動きについて、私たちもそれについて私たちが調査しているわけでもなく、とコメントする立場でないと。それから白波瀬氏の責任ということについては、それからこの白波瀬氏だけではなくて、その他の取締役というものについては、それからやはり取締役というのは全館注意義務というのがあるわけですね。それを十分に果たしてなかったというところは認定しているわけです。そこについて、やはり単に宣伝広報を担当していたということではなくて、やはり取締役という立場であれば、やはりその、企業が起こしている人権侵害というものを、あるいはその疑惑に接したなら、きちんと会社として、あるいは、それを調査し、あるいはこれが行われているのは代表、その当時のジャニー氏という代表取締役によって行われているのであれば、取締役というのは相互の取締役の役を監視する、監督する義務があるわけですから、それをこの白波瀬氏も含め、ジュリー氏も含め、皆果たしていなかったというところは、ここで述べています。一方で、その辞任という問題については、これはですね、再発防止策で我々が考えたときに、やはり今回、この責任を取って辞任するという意味で辞任を求めているわけではなくてですね、やはりこれから我々の求めているこの、提言のすべてを実施して、実現していくためには、やはりそのこれまで、このジャニー氏の性加害がこんなに継続して、長期間にわたって継続していたのは、やはりこの同族経営という問題があった、このように考えているものですから、そこについて今後の再出発、出直しをするためには、ジュリー氏ではこのガバナンス不全というものを解消することは、ジュリー氏が残っていては無理であると、このように考えて提言したわけです。はい、続きまして質問を回せ、ご質問の最初の部分について、27ページのところですね、ジャニー氏の小さい頃のエピソードですけれども、これはここに書いてある以上のことは把握をしていません。ただし非常にセンシティブなまた伝えると思うんですけども、そのことについてはおそらくメリー氏からの情報であろうということを僕らが考えています。それ以上のことは把握しておりません。はい、続きまして、ジャニー氏の後ろの、後ろから3列目先生の方、はい、TBS テレビの横山と申します。ジャニーズ事務所関係者のヒアリングについて伺います。社長のジュリー氏、副社長の白波瀬氏に対し2回ずつヒアリングを行っていますが、なぜこれは2回行ったのでしょうか。1回では聞き取り不十分な内容や事実の隠蔽と感じるような発言があったのでしょうか。お二人はかなり早い段階でヒアリングをいたしました。それからその後、さまざまな方のヒアリングをしました。事務所関係者の方、それから東の方のヒアリングをして、改めてそこでまたいろいろな状況が明らかになりましたので、再度、お二人、大変重要な立場でございますので、重ねてヒアリングをお願いいたします。続きまして、じゃあ、前の2列目の、はい。朝日新聞のテレビです。よろしくお願いします。報告書の29ページにございます。ジャニー氏以外にも社員による性加害があることが確認されたというのは、何であるのかとか、その規模、また時期、それはなんか被害者側の証言による認定なのか、あと加害者側が認めたのかというところについて教えてください。
け入れるという前提に立って作られているものなのかということも確認させてください。よろしくお願いします。このジャニー氏以外にもジャニーズ事務所の社員による性加害の場に確認されたという点につきましては、これはこう基本的にはヒアリングを通じて確定いたしました。そしてその中身、ヒアリングの実際の中身内容につきましては、これは明らかに、ここで記載することはしておりません。それはジャニー氏による被害者についてもプライバシーの関係から特定は、しておりませんので、同様にここでは、ジャニー氏のこのジャニー氏以外による性加害についても調査はし、ヒアリングをしましたが、そして一定の事実が確認はされましたが、その具体的な内容についてはここには記載しておりませんし、この場でも答えは出しません。続きまして、じゃあ、先方、一番左端のイエスです。この調査報告書はですね、我々は一定の事実を認定いたしました。その上で、再発防止策の提言をしているわけです。従いまして、これはこの事実認定、我々が事実認定を受け入れるかどうか、あるいはその提言策を受け入れるのかどうか、あるいは全ては受け入れないけど、この部分は受け入れます。こうなるかどうかは、これは一重にジャニーズ事務所が今後決めるべきことだと考えています。TBS 報道特集の村瀬と申します。会社側取締役の責任についてはですね、止める義務があったのに、それを怠ったという責任を認定されていると思うんですけれども、この報告書によると、そのジャニーズ事務所は会社としてこの性加害を概括的に認識していて、見て見ぬふりをしていた、辛抱させるしかないと考えていた節がある。さらに経営トップのメリー氏も、1960年代から認識していた、さらに徹底的に隠蔽を図ってきたということを、認定されています。でそういう経営トップ、さらに会社側の概括的な認識がある中で、特にこの合宿所という場所に少年を送り続けて、そこで加害者であるジャニー氏との同宿を認め続けるというのは、任務を怠ったということにとどまらなくて、会社側がその性加害を行う環境を作る手助けをしたというふうにも言えると思いますし、被害者たちにとってはこれはたまらないことだと思うんですけれども、この点については、再発防止チームとしてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。先ほど報告した通りなんですけれども、確かに、そういったような合宿所というところは一種の密室のような空間になっていて、そこで、多数のジャニーズ Jr. に対して、性加害が行われたことがございます。ただそれに対して、じゃあ、メリー氏はどういうふうにしていたのか、そういったような問題を抱えているということを知りながらも、それ以上積極的に事実を確認して、さらに確認して、それを防ぐというようなことはしなかった。それから外に対しては、そういうことはないと言って、隠蔽をしていた。これは確かであります。それから、その他の取締役の人たちは、むしろそのジャニー氏、メリー氏という、もう絶対権力者になる方、2人の方がそういう態度だったので、もう何も言えないという。続いていたものと思います。で疑惑については重々おそらく、もういろいろなことから、一部の人は事実として知っていたでしょうし、あるいは一部の人では事実でなくても疑惑というのは知っていたでしょう。ただしそれ以上何か
その2人の、絶対的な権力者に対して何か物申したり、あるいはそれを賛成するというような行動は全くなかった。それが見てみるべきということだと。それについて明らかに、何も言えなかったにしろ、いわゆるその、監視監督の義務、これについては期待したということが言えると思います。はい、続きまして前方。共同通信の加藤と申します。今回の性加害を認定されたわけですけれども、ジャニーズ事務所という企業の名称、それからジャニーズジュニアといった制度というところは、もともとジャニー喜多川氏の名前から由来する名称、制度名と理解をしているんですけれども、今回あの、特別チームとしてですね、こういった企業の名称をこのまま維持することは、もう是非についてはどのようにお考えますか。また、この提言には、効果的提言は含まれていないんですけど、そういった企業名といったところは、そういう名前がなかったんでしょうか。というのが一つですね。あと、先ほど他の方からも、今回の性加害の事実認定というのは基本的に証言です。その根拠についての質問がありましたけれども、センシティブなところだと思うんですが、ちょっともうちょっとそこの、その認定のプロセスを噛み砕いて、その専門的な見地からこういう、考えに基づいてその事実と証言を認定しましたというのをちょっと改めてご説明いただきたいですというのが、この間取材していますと、ファンの方たちなどからも被害を訴えている方の証言は曖昧なところがあって信用できないんですといったもの間違いないよといったような意見を聞くことがあります。で、それと関連する誹謗中傷行為の現実にインターネット上などで行われております。専門家の方からその証言の事実をというふうに判断するプロセスについても改めてお聞きしたいです。この2点よろしくお願いします。まず、そのジャニーズ事務所という名称の問題であるんですけれども、私たちは今回の性加害がこの過去の長期間にわたって継続してきたということは、これはいろんな先ほど、ここに、本事案の原因という形で掲げられている中に、一つやはり同族経営の弊害というものも原因の一つとして掲げています。従いまして、この同族経営の弊害というのは、やはり加害者が一番のジャニー氏というこのトップであり、そこの共同の後継者がメディ氏という、やはり同族の人であり、この二人が圧倒的な力を持っていて、その人たちのやることについて全くその組織としてガバナンスが効かせられるような状況じゃなかった、このことをもって、同族経営の弊害という形で指摘しているわけですが、ですからそこについての同族経営の弊害を解消する、あるいは防止するという策はここで、述べておりますが、名称の問題については、特に私それは私たちは名称を変更するかどうかというのは、やはりこの提言を受けた、ジャニーズ事務所において考えるべきことで、名称を変更すれば同族経営、同族経営の弊害を防止するためには名称を必ず変えなくちゃいけないんだというところまで私たち認定しておりませんので、名称問題については今後ジャニーズ事務所において判断されることだと考えています。それからそのどのようにして事実を認定したかということですが、私たちも個々の全てのこの事実認定というのは、誰ジャニー氏が誰に対していつどういう性加害をどこでしたんだというようなことまでは私たちは認定してないんです。もとよりこの事実認定は、ジャニー氏の性加害が内閣的にこういう形のこういうタイプの性加害がどのぐらいの期間続いていたのか、どういう対応で概ね続いていたのか、こういうことを内閣的に認定したんですね。しかも
私たちがヒアリングした被害を受けた被害の方は被害を全てではないわけです。だから全てやはり事実認定というのはそういう形で概括的に認定したわけです。その概括的な認定をするにあたってはやはりそのヒアリングに応じてくれた被害者の方々のヒアリングのを通じて十分に認定ができたということでございます。はい、続きまして島崎です。21ページに、性加害が多数のジャニーズ Jr. に対して広範に行われたことというふうにあります。ここでは被害者のヒアリングからは少なく見積もっても数百人の被害がいるという複数の証言が得られたというふうに書かれているんですが、今回その網羅的な調査はされないというふうに6月の会見でも言われてたと思うんですけれども、ただ一方でやっぱりこういった数百人規模ではないかという証言が複数から得られたということについてどのようにお感じになって受け止められているのか、それ以上にも、網羅的な調査されるつもりがないのはどうしてなのかちょっと改めて教えてください。少なくとも数百名というのは複数の方から承知の証言が出ました。そして実際その被害者の規模です、ね、については、私どもも本当にこれは長期にわたる被害だということは確認をいたしました。1970年代から2010年代までという長期、あるいはそれ以前の被害者の方にもお話を伺いました。また、同時に、お一人ではなくて複数の方が同時に被害を受けているということも確認をしております。したがって長期広範にわたるということを考えれば、少なくとも数百名という被害者の数というのは、不自然な数ではないというように判断をしております。その上で基本的に我々はこの全て の, この性加害の総数全体像を明らかにするということはもちろんそれを目的として、調査はしておりませんが、それはなかなか困難なことであります。というのは今被害もあるとして名乗りを出ていただいている方々というのはおそらく性加害の全体像からすれば非常に少ない言い方だと思います。したがいまして全てのこの全ての被害のヒアリングを得ないと全体像というのは到底認定はできないわけですね。で、その意味で、それでもその全体的にこのいつからいつまでジャニー氏の性加害がどういう対応で、行われたかということは今回のヒアリングの調査で、十分に認定できたわけでございますので、それを前提に再発防止策を提言したわけです。それで私は基本的にその全体像がどのようにして、これ今後確定できるのかというのはですね、それはなかなかいつまでもその全体像が確定できるとはなかなか難しいかもしれませんが、今回ジャニーズ事務所に提言した中に被害者救済措置制度を作って、直ちにその被害者の人たちと対応しなさいと言っているのはですね、今すでに名乗りを上げている人たちと対応しなさいということを言っているわけではなくて、こういった被害者救済制度まで、まず謝罪をしてですね、その上で、救済をさせていただきますので、こういう形で、やりますので、ぜひ救済に申し立てしてくださいということを広く呼びかけていって、この救済を重ねていくことによってだんだんその全体像に近づいていくんじゃないかなと思っています。だから全体像を全部確定してないと再発防止策あるいは救済措置というのに移れないというわけではないわけで、むしろこの救済による対話の中で、
新しいその難民を出てくる来ていただける不倫会社の方々の申し立てによってですね、ジャニー氏の性加害の全体像というのが今後明らかになっているんじゃないかなと、だからそれを期待しておりまして、ジャニーズ事務所にはすでに名乗りを上げている方々、被害者の方々との間だけで救済というものをやる、それにとどめては絶対にいけないということを思っておりまして、まあ、そのことについてもこの調査報告書には記載してございます。はい、続きまして。今のご質問に関してなんですけれども、その前の事実認定に関することもそうですが、多分ヒアリングに答えていただくのはすごく大変だったと思うんです、被害者の方々。で、やっぱり事実かどうかを確認するためには、本当に細かく様々なこともお伺いさせていただきまして、それに答えるというのはすごく大変で、調査はそんなふうに様々なことを聞かなければいけないので、まあ、そういった調査に対応する網羅的な調査という言葉で言うと単純ですけれども、その調査に対応するというのはすごく大変なんだということは知っていただけるといいかなというふうに思っております。はい、続きまして一番後ろの男性。関西テレビの鈴木と言います。よろしくお願いいたします。ジュリー社長の5月の動画についてお伺いをいたします。報告書の中にもあります通り、今知らなかったでは決して済まされない話だと思っておりますが、知りませんでしたというような話をしておりました。報告書の方ではですね、まあ、これにつきまして、その以前からその疑惑については認識していたのではないかという、そういう28ページですね、性加害の疑惑について認識していたと認められるというふうに記載がございます。で、調査委員会としましては、この動画については虚偽の説明を行ったものという認識をされているのかどうか、このあたりをお聞かせください。このジュリー氏の認識、28ページに書いてございますが、基本的にジュリー氏はジャニー氏の性加害が、まずこれは認識というのは2つございまして、性加害の事実を認識していたか、あるいは性加害の事実を認めるのかどうかという、まあ、2つの局面があると思いますが、ここではそのまずジュリー氏は性加害があったというふうに考えるようになったのは、このここに書いてあるように実際に今年になって岡本氏に会って話を聞いて、初めてこちらに氏の性加害が存在したんだと考える、まあ、このように供述をしているわけです。それでじゃあそれ以前はどうだったのかということについては、ここに記載してございますように、それまでは直接この例えば被害を受けたジャニーズジュニアの人たちから直接そういった被害の申告あるいは話を聞いたことがなかったので、そのようなジャニー氏が性加害をしているという具体的な認識はそれまではなかったと、このように答えている。で、動画はおそらくそのようなその上で、まあ、ここで私たちがもう一つ書いているのは、取締役であるとジャニー氏のこの性加害ということを糾弾する週刊文春の記事とか、あるいはもう取締役就任前から出版されていた暴露本というのは、当然これもジュリー氏も知っていたわけでございますので、疑惑については認識していた。だから本来であれば取締役としてはそこで疑惑は本当なのかどうか、もし本当だったら大変なことなんだから、そこで徹底的に調査をして、また名医師たちにも調査するように求めて、それでジャニー氏の加害をやめさせるという義務があった。その義務の根拠になる疑惑は認識してたわけだから、でもジュリー氏は何もしなかった。
というところをこの任務の下体であるというふうに捉えています。まあ、その上で、動画の中では、知りませんでしたと言ってますね。ただ知らないでは済まされないと思っています。まあ、この時にはおそらく動画ですから、他の都市にあってからだと思いますけど、この動画はですから、自分は知らなかったけども、やはり実際にこういう性加害があったという前提に立てば、まあ、他の都市に会ってみてからそのように考えているので、やっぱり自分としては都市内役でもあった自分としては知らないでは済まされないような話でございましたということを言ったんだろうと私は認識しています。これらのことはじゃあ虚偽なんだろうかというご質問、私たちがどういう意味、それは嘘で虚偽なことを言っているというふうに、その動画についてもそうですし、この、私たちのヒアリングでも語ったことが、これは本当のことを言っているのか嘘を言っているのかというふうにどのように考えていますかというご質問だと思うんですけど、まあ、ここについてはその当時疑惑は認識してたけども、そのジャニー氏の性加害というものが具体的にどのように行われているかということの認識はありませんでしたということについては、当然それが本当なのかどうかというのは私たちも関心を持って調査したわけでございます。そして、しかしそのジュリー氏の立場で、おそらくそのジャニー氏存命の時に、その当時からジャニー氏 の、 この性加害をこれは認識していたはずであると、そのように認定できるような資料、あるいはヒアリングの供述、そういうのは得られませんでした。これはジュリー氏以外からも、特に被害者のむしろヒアリングに答えていただいた被害者の方々にも、私たちもそういう観点でジュリー氏についてはどのように認識していたと思っているかというふうに聞いてはおりますけれども、全体からして被害者の方々からジュリー氏もこういう理由でジュリー氏は知っていたはずだというようなヒアリングの供述は得られております。まあ、中にはむしろジュリー氏も、やはりジュリー氏はその時の状況からして知らなかった可能性が高いというふうに言うような方もおるわけでございまして、そういう全体として私たちはこのジュリー氏が当時は知らなかったというこの供述を、それは嘘であった、知っていたはずだと、このように認定できるようなヒアリング結果あるいは資料というのは私たちは得られなかったという状況でございます。はい、続きまして少しでも失礼します。日本放送の後藤と申します。質問です。質問としてはですね、42ページ以降に再発防止策が載っています。メリー氏とか、また都市の、すみません、じゃあフェーズマイクを飛ばします。いいですか。はい、じゃあ質問させていただきます。42ページ以降ではジャニー氏の問題なのか、メリー氏の問題なのか、組織の問題なのか、順番にいろいろ書かれていますが、特別チームとしてはこの中でどれが、どの問題が一番大きな問題だったか、と考えているかをまずお聞かせください。それを受けて再発防止策が
書かれているんだと思いますが、その中の結合として、再出発だけであって、まあ、いわばエンターテインメント業界全体の自浄作用みたいなものに連結されています。ここまで突っ込んだ結合に、至った理由というのを伺いたいと思っております。42ページ、本日の原因論というところだと思いますけれども、4つ、ここに記載しました、第二次の政治工業、明治市による放置という意味で、ジャニーズ事務所の不作、それから被害の潜在化は何か、関係性における権力構造であります。これは全て調査的になっているのでございまして、どれが、どれが当たるということではありませんけれども、まず根本原因は、ジャニーズの政治思考異常であります。それが何といっても根本原因であります。それがあったからこそ、ここまで出たんですけれども、ただし、被害の拡大を招いたのは、そのメディー氏による放置と隠蔽、これが非常に大きかったと思っております。で、このお二人が、二大権力者だったんですね。それに対して、その二大権力者のもとで、いわゆるその次のジャニーズ事務所の不作といったことも行われます。一部の人は知っていたと、一部の人は、なんとも疑惑については十分に承知している。しかしそれ以上事実を究明して、その、大統領取締役を慰めるとか、あるいは解任するとか、そういったようなことの行動が取れなかった、まあ、いわゆる見て見るといったような状況が続いてきたということであります。そしてなぜそういうことが生み出されたのか、例えば、その背景には、これそれでも、これだけ長期広範にわたっているのに、なぜ明るみに出ないで被害がずっと潜在化したかということについては、この権力構造があったんだろうと思います。その絶対的な権力を持っているジャニー氏、もう一方は、まあ、このタレントを志しているジュニアですという、弱い立場があります。その中において、この権力構造の中において、それをが、従えば、まあ有利な立場になるかもしれない、従わなければ不利になる立場になるかもしれない、まあ、これは別に強要してるわけではないんですけども、少なくとも被害者正面たちがそういうふうに考えてしまうような権力構造というものがあったということなんだと思います。それからもう一つですね、被害者の方たちがおっしゃったのは、やはり、まあ、恥であると、強い羞恥心であると、このことを訴えたとしても周りからどういうふうに言われるかと思うと、とても言えない、家族にすら言えないといったようなことでありまして、誰にも相談しないのは、そういったような権力構造のもとで被害が潜在化したということがあります。したがって、どれが重要か、それぞれこう次元が違う話なんですけれども、それらは全て、長層的に作用し合って、これだけの長期の被害が後半に続いたものというふうに考えました。再発防止策をの中に提言で、まあ、ここまで突っ込んだ提言をされた理由もお答えください。突っ込んだというのは、要はエンターテインメント全体の自浄作用みたいなものにも突っ込んでらっしゃったと思うんですけど、これ別にジャニーズ事務所が後で考えることならわかるんですけど、まあ、外部、再発防止特別チームとしてここまでやった方がいいよっていうふうに、提言されているようにも感じたので、そこまでエンターテインメント業界全体に対して、おっしゃられたのはなぜかというのが、これはですね、このビジネスと人権という考え方で、人権方針を作りなさいといったところを提言しておりますけど、このビジネスと人権の考え方というのは、それまで人権というのは自分の会社だったら自分の会社の中の人権侵害を抑えたりということが以前の考え方だと思ったんです。しかしビジネスの人権の考え方はそれだけでは足りなくて、その自分の取引先も含めて全体の人権侵害を防がなくてはいけないという、そういう考え方があるわけですね。まあ、それと同じように今回、ジャニーズ事務所が再出発しようとしたら、今までの性加害を認めてですね、
それが自分たちはそういうことを起こさないように、そのような対策をすれば、基本的には従来の考えではそれで足りると思うんですけど、しかし、同じエンターテイメント業界でもし、その他にも今後も性加害、あるいはセクシュアルハラスメント、あるいはその他の人権侵害が起こりやすい体質をこの業界が抱えているならば、一緒に自分たちが先頭に立って、一緒になってその変わっていけるように、ね、変わっていけるように、その先頭に立ちなさいということを、ジャニーズ事務所に対して期待したわけです。今のご質問を正解しますと、54ページにそのことも業界の問題として触れております。特にエンターテインメント業界においては、有名プロデューサーのような、非常に強い権力を持った人と、タレント等として入れたいと考えているものの前に、絶対的な権力勾配が生じやすいという問題があります。そういう土壌があるからこそ、この性加害やセクシュアルハラスメントが生じやすい構造が存在しているものでありまして、まさに今回の原因の中で、4番目としてくれた権力構造の問題がその点であります。したがって、再発防止策では、ジャニーズ事務所が自分の企業としての再発防止策ではなくて、むしろ、日本エンターテインメント業界全体の問題にも影響を及ぼすような形での再発防止策を実現していただければというのが、特別チームのお考えであります。はい、それでは、あと3名のご質問を受けたいと思います。はい、アイランドロップの上田と申します。よろしくお願いします。先生方3人はジャニーズ事務所から依頼されて、調査費用もジャニーズ事務所から出ているという理解でよろしいでしょうか。それと先ほど現役の方への聞き取りは一部なされたということをおっしゃっていますが、現役の方にはなかなか聞きにくい雰囲気だったのでしょうか。41名の中に現役の方は何名くらいいらっしゃるんでしょうか。よろしくお願いします。現役の方は2名で、それと具体的なことについてはちょっとお答えしています。それから私の特別チームというものはジャニーズ事務所が設置したみたいです。それで設置したこの報酬というものは当然ジャニーズ事務所から出ます。これは最初の時の記者会見でもお話をしております。ただこの署の第三者委員会あるいは調査委員会というのは必ず設置者が費用を報酬を出すわけです。だからこそ、その独立性、中立性、第三者性がそれることによって害されないように、例えば日弁連においては第三者委員会ガイドラインというのを作っています。そのガイドライン自体も必ずこういった第三者委員会は設置者から報酬、設置者が設置して、そして設置者が報酬を出すということを前提に、それでもその独立性が保たれるように、そのベストプラクティスを日弁でのガイドラインでは定めているわけでございまして、私たちも、第三者委員会という名前は伏しておりませんけれど、その日弁連の第三者ガイドラインに従って調査を行います。ニューズウィークの本番の大橋と申します。最初の記者会見では、期間はどのくらいかかるかわからないというふうにおっしゃってたんですけど、まあ、3ヶ月調査されたその、まあ、調査の期間の妥当性というか、まあ、もう被害者の方はこれで出てこないだろうとか、そういう判断があったとか、で先週末にジャニーズの、タレントさんが出る大きい番組があったと思うんですけど、まあ、それが終わ
か教えてください。ジャニーズ事務所がどのようなその番組を抱えているかということについては全くこの私たちの調査機関には全く関係がございません。それから当初確かにどのぐらいの期間を想定しているかということについては記者会見の時点では私たちまだ全く見通しが立ってなかったので、分からない、まだ決めていないという形でお答えしましたが、7月ぐらいのまでに7月いっぱいですかね、8月になる頃には大体その被害者として名乗り出ていただいているヒアリングの目処が立ってきましたので、それでその頃おそらくこの8月末ぐらいにはなんとかこの作業を終えて定年ができるであろうという見通しをその頃立てて、それで今日に至ったということでございます。はい、それでは最後の質問にいたしたいと思います。じゃあ一番前。アークタイムズの大方ですが、林さんに伺いたいんですけれども、今回のですね、調査をされて、でこれだけのですね、きちんと人身定がはっきりしたとはいえ、これだけの70年代から2010年代、しかも1950年代からこれが行われていたという話がここには書かれていて、その事態をですね、これ、この被害の行為を見てもですね、障害とかそういったものが起こっていたということは、被害者に傷があったということは、フィジカルな意味でもそういったものがあったということがより想像ができて、これは捜査の対象になるべきだったんじゃないかと思うんですけれども、この全体像を前検事総長として見たときにですね、どう思ったのか、そしてこれを刑事司法として摘発できないか、ご自身の責任をどう考えるか、またジミー・サビルの場合はですね、イギリスの死んだ後で、亡くなった後でロンドン警視庁が捜査をしてですね、ある意味では決着をつけてるんですけれども、これ日本で被疑者不詳であってもやる必要が、今は検事総長の立場ではないですけれども、その必要があると思わないかということ、すみません、最後に言ってんだけど、ガバナンスの話で、ね、三島ジュリー景子社長が辞めるのは当然だとしても、同族経営の話が何度もされていて、ジャニーズ事務所、これ、株主構造がほとんど三島社長におそらく10割株式が全部、藤島家にあるんじゃないかと思うんですが、その場合、藤島社長が仮に辞任しても、株主構造は変わらないわけで、同時に資本金が1000万円しかない会社なわけですよね。ですから、企業としてですね、非常に、家族経営でしかなくて、こういったガバナンス資材をどうするべきかという問題が残るんですけれども、その同族経営と言われる場合に、どういうガバナンス構造になっているのか、株式がどうなっているのかを、示していただいて、その中でじゃあジュリー社長が辞めたとしても、ジュリーさんがですね、藤島氏が相当程度影響力を残す状況をどうすればいいのか、その点をお答えいただけないでしょうか。まず私が元の検事総長としてどう思うかということについては、これは全く私はここでお答えする、立場にないと考えます。その上で、最後のその、労働経営の問題、特に株主構造の問題、株主構造の問題は、現在、ここの、調査報告書の中で、会社の、体制という中で、詳細に書いてございます。実際のところ、ジュリー氏が 100% を株主です。その上で、今後、この、再出発のためにこの特に同族経営の問題をどうしていくのか、私たちはジュリー氏に代表取締役社長の辞任を求めましたが、その上で当然それになると、その時 のジャニーズ事務所は新しい体制になるわけですね。その時にジャニーズ事務所においてしっかり考えていくべきことだと。
ジュリー氏の代表としての社長辞任を含め、さまざまな組織体制のガバナンスの強化と提言したわけです。これを私たちが求めても、この中をすべて提言を受けるかどうか、あるいは受けるのか、それはこれからジャニーズ事務所が考えていくことで、その中で考えていくということだと思います。基本的にコメントはいたしません。ただその今その警察に行ったけど取り合ってくれなかった、その事実自体は、私その質問の前提となる事実、その事実が確かにあるかどうかは全く分かりません。基本的に捜査機関というのは、基本的にはこの性犯罪というようなことがあった場合に何らかの申し立てがある、それを受けて捜査をするかしないかということを決めていく状況にこれまであったんだと思います。でもその状況の中の実際にどうだったのか、申し立てはしたのに捜査機関が動かなかったのかどうか、そういったことの前提となる事実も私は認識しておりませんので、ここでお答えすることはできないということになります。はい、それでは、私は今そういうのをお答えする立場でございません。はい、それではこれで会見を終わらせていただきます。皆様ご協力ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい、これで会見を終わらせていただきます。